アサヒスーパードライ。アサヒスーパードライは、アサヒビールが製造、販売しているビール。1987年3月より販売が開始される。スタイルは、ドライビール。アサヒスーパードライの登場で、日本のビール市場にドライビールというジャンルが定着した。また、日本のビール業界で発生した、ドライ戦争の引き金となったビールである。なお、 2017年3月に発売開始から30周年を迎えた。開発当時に進行していた日本の食生活の変化に対応したビールとして開発された。同時代の日本で販売されていたビールに比べ苦味を抑え甘さも少なくしたビールである。甘さを少なくしたことでそれまで主流であったアルコール度数4.5%と 比べて0.5%高い5.0%となっている。また、苦くてコクがあるビールよりもキレのあるビールを目指して開発された。使用する爆芽をギリギリまで減らし、約70%、復元量、米、コーンスターチの比率を高めることですっきりした味を実現。アサヒビールはこの味をドライという言葉で表現した。また、アサヒスーパードライは、 アサヒビールの持つ、それまでの経験に頼らず、ゼロから開発されたビールであった。発売当初から2013年12月時点において、基本的な味、パッケージの変更は一切行っていない。ただし、細部の小変更として、メインラベルは1989年1月に、スーパードライの上部と、性周囲の英文表記を現在のものに変更し、 1992年4月に、生の下の表記を、現在の、スーパードライ製ビール、非熱処理に変更し、その際に、缶の背景を、無地から薄い横縞が入るように付加している。また、瓶のラベル外周部、ネックラベルや、裏ラベル、缶のラベル上部や、側面の表記についても数年ごとに変更され、2012年2月頃には、缶の右下に、お酒マークが入っている。なお スリムボトル缶は他の製品とは異なるデザインを採用し、1年ごとにデザインをリニューアルしている。なお、2014年2月には発売以来27年ぶりの全面改良が実施され、生の上に洗練されたクリアの味、辛口と表記されるようになった。2019年4月、平成31年にも改良が実施され、最上部の辛口から、 カラカラクチクチに気を変更した。ビール商品としては、麦画の使用率が低いため、日本で低税率系発泡酒が再度展開され、始めた1990年代中盤頃の発泡酒商品の味に類似する面があり、自社製品同士の競合が懸念され、それが影響して、アサヒビールは発泡酒市場への参入を躊躇したり、難色を示したとされる。なお、 アサヒビールは沖縄県のオリオンビールを実質的に酸化に置いており、県内、甘み消費分の 350ml と 500ml の完成品並びに 10l と 20l の損製品は同社の名護工場で作り供給している。日本では景気不要期には新しいものを受け入れる消費者行動が顕著となり、大型のヒット商品が誕生する傾向がある。また、それは、 新しいライフスタイルをも形成していく。アサヒスーパードライは、景気不容器に販売されたことがヒットにつながった。スーパードライは、容器のバリエーションについても、業界一を誇る。他社の撤退した大型容器、ミニソンや1リットル缶も展開されている。派生商品以外の中身は、どの容器でも、基本的に共通であるが、容器、ラベルパッケージの限定デザイン。 出荷時期や提供方法の違いによる限定バリエーションもある。スーパードライは2013年12月下旬製造分より初の全面改良を行い、アサヒビール独自の酵母管理技術 S-3 スーパースクリーニングシステムを導入することにより、厳選された有料な酵母は発酵力に優れ、泡を分解する酵素の溶出量が少なくなり、 辛口のうまさはそのままに、切れと泡のきめ細かさをそれぞれ1割向上させることを実現した。2014年12月下旬製造分には、さらなる進化によるクオリティアップを行い、新仕込み技術により、時間経過による味の変化を抑制し、陰み応えと切れがそれぞれ1割向上した。二千十八年四月上旬製造分には、 脂質酸化物を低減するクオリティアップが行われ、泡持ちと切れ味がさらに向上した。2018年11月中旬製造分には、酸化臭と不快な匂いを低減するクオリティアップが行われ、印象的なロゴを使用するデザインとなった。当時の日本のビール業界では、サントリー以外の大手ビールメーカーは、ビール純水例があったドイツから技術を学んで、 始まったこともあり、味わいが重厚なビールばかりであった。この時期まではビールに関して、世の中の人からは、ビールは苦く重い。ビール業界では目隠しテスト、ブラインドテストの結果から、客は、ルの味がわからないという考えが常識化していた。朝日スーパードライが製造開始される1987年前後の、日本は食中酒としてのアルコール飲料を探していた時代と、言えた。 アサヒビールは1980年代前半から中盤にかけて低迷していたが社長に村井勤が就任してから様々な改革を行っていた。1984年夏から1985年夏にかけてアサヒビールは東京と大阪でそれぞれ5000人を対象に味覚・思考調査を実施。これで得られたデータや 前述のビールに関する常識から遂行したり、発想を得て、思考は変化する。客は、味がわかると仮説を立てて、調査、分析すると、下記の事柄が浮き彫りになってきた。各種の調査、研究、分析結果を踏まえ、将来にわたっても、油脂の多い食事と合うサラッとしたビールが、求められていると、アサヒビール技術開発部長は分析した。これらの結果から、 消費者はビールに、軽快で飲みやすい、味わい、爽快感を求めていることが判明。この傾向は20代、30代の消費者に顕著で、あった。これにマッチする味は、辛口という仮説が生まれ、新ビールのコンセプトは、辛口、生ビールとした。1986年3月、コードネーム FX として開発プロジェクト開始。苦味を抑え、 甘さも少なくしたビールを目指した。開発の最初は、レシピ作成からで、コンセプトに合う酵母を、同社の酵母バンクから探した結果、発酵能力がズバ抜けてた各独特の香味特性を備え、コンセプトに適合していた、朝日三318号酵母に決定。次に原材料の種類、使用比率や、発酵条件など様々な条件や組み合わせを細かく、 設定しながら試作して、コンセプトを満たす必要条件を決め込んでいった。アルコール度数は、当時の一般的なビールの度数4.5%に、対し5%と、高めにしてスッキリとした味わいを出した。出来上がった数々の試作品とともに、様々な和食、洋食、中華料理、つまみを意識、実際の飲食シーンに近い状況で試飲を、多数繰り返した結果、 コンセプトに合致する味に到達した。3ヶ月後の同年6月、試作品が完成し、当時の社長である、樋口幸太郎など、複数の役員を対象に試飲を実施し、高評価を得る。商品化の最終段階では、前年に発売した新朝日製ビールが好調であった。ため、自社製品である新朝日製ビールとの競合を懸念する声が、社内から上がったが、 日口の判断で1987年3月17日に名称、アサヒスーパードライとして地域限定で販売開始。販売開始年には年間100万箱を目標としていた。1996年6月、アサヒスーパードライはキリンビールのキリンラガービールを抜いて月間シェアナンバー1の座につく。当時の社長、瀬戸雄造は7月1日の夕方、 本店の社員を社員食堂に集め、このことを報告した。この時、セトは、社員の前で涙を流したという。1997年には年間シェアもナンバー1となり、1998年の年間シェアでは、キリンラガービールとキリン一番絞り製ビールのシェアを合計したよりも、多くのシェアを獲得する。2011年には1989年以来、 23年連続で年間販売数量1億箱を突破した。エクストラコールドとはビールの提供方法、飲み方の一つで通常の損生ビールの提供温度である4から8度程度に比べてさらに低い温度に設定した摂氏マイナス2度から2度で提供する損生ビールと朝日では定義している。これは1998年にイギリスで 若者のビール離れに対する対応策や新たな顧客獲得を目指してビールを摂氏二度で提供してスムースさをアピールした。それ以降ヨーロッパで導入が進んで普及し現在では一般的な提供方法の一つとなっており他の地域ではアジアでも普及してきている。この提供方法をスーパードライでも新しい飲み方として提案し 安定して低温ポイントに設定可能な専用ディスペンサーを新開発してスーパードライエクストラコールドとして209年9月より一部で展開を始め2010年3月より本格展開を開始した専用ディスペンサーが設置された飲食店にて提供可能でアンテナショップのエクストラコールドバーも期間限で開設している氷点下のスーパードライとして スーパードライオレードからマイナス2度と凍結寸前まで冷却して提供しており、通常のビールに比べ苦味が感じにくくなり、ビール離れが進む若者、ビールが苦手な人、女性層に支持されている傾向がある。取り扱う飲食店も年々増加し、若い世代や女性など新たな顧客層の拡大に結びついている。2000年代後期にウイスキーを炭酸水で割った。 ハイボールがブームとなり、ウイスキー市場が活性化したことをヒントに、黒ビールのポジショニングが、ウイスキーに似ていると考察され、ビールも飲みやすくする提案があれば新たな需要を生み出せるはず、との発想が、同社から出てきた。ターゲットは、黒ビールのヘビーユーザーではなく、これまで黒ビールをあまり飲んでこなかった新規ユーザーとし、黒ビールに対して良いイメージを持っている反面、味については、 苦手意識を抱いている層の取り込みを目指し、従来の黒ビールのイメージとは、かけ離れた、ごくごく飲めて、食事との相性も良い味に仕上げた。2012年4月3日、スーパードライ、ブランドとして、初の派生商品となった、黒ビールの、アサヒスーパードライドライブラックを発売。初年度売上目標は、日本の黒ビール市場規模の二倍に当たる二百万箱、オービンカンさんが、 当初の目標であったが、6月末までに累計170万箱を販売し、初年度売上目標を300万箱に、情報修正してい。また、先に発売した缶2種が好評なため、飲食店向けに小瓶を2012年7月18日に、尊勢を9月4日に発売し、7月19日より、アサヒスーパードライエクストラコールドバー限定で、ドラブラックの尊勢、ビール、 氷点下のドライブラックを先行販売している。韓国においても7月2日より 350ml 缶を販売開始している。1990年代後半以降、アサヒビールでは日本国外展開を積極的に進めており、その中でもスーパードライは主力ブランドに位置づけられている。北米では1994年に 提携先であるカナダモルソン社のバンクーバー工場でスーパードライの現地生産を開始したのを皮切りに本格的に販売を開始し1998年に現地法人を設立したヨーロッパでは1999年にチェコのスタロップラーメン社ストラプラマンブルーリーへ現地生産委託を開始して本格的に進出2005年からはイギリスでも シェパードニーム社、シェパードネアメブルーリーの工場で現地生産を行っており、2009年にはイギリス国内での年間販売数量が30万ケースに達したほか、スーパードライの存在を扱う飲食店もイギリス国内だけで500店舗を超えた。また、シェパードニーム社製のスーパードライは、英国の国際ビール品評会、ブルーイングインダストリ、ー。 インターナショナルアワーズ2011ブルーイングインダストリーインターナショナルアワーズのタルズメラガー部門クラスにアルコール度数4.8から6.9%で金賞を受賞している。ロシアでは2008年からバルチカ社ボールティカ・ブリュワースと提携し現地生産を開始している。アジアでは中国で1999年にチンタオビールとの合弁企業である。 新鮮賃貸ビールアサヒ有限講師にて現地生産を開始し、2004年に北京市のが創業を開始し、中国国内でに拠点体制を築いている。2009年には賃貸ビールの発行済み株式の約20%を取得し体制を強化した。韓国には2000年に輸出開始し、2004年にロッテグループの種類販売会社に資して販売を本格化させ、 2010年には最需要地のソウル特別市を南北西転生にして営業活動の強化に努め同国輸入ビール市場に位となり2011年は CM 放送やイメージ戦略が好影響を及ぼし同国輸入ビール市場のシェアは28.3%で日本メーカー初の首位獲得に貢献した2012年7月2日よりドライブラックについても日本以外では初めて 発売している東南アジアに対しては2002年にタイのブンド道とグループボーンロードブルーリーへの現地生産販売委託を始めている。アサヒスーパードライの登場で日本のビール市場は拡大されたとも言われている。日本のビール市場はアサヒスーパードライ発売前の1986年と1990年では32%も成長した。 辛口を売りにしたアサヒスーパードライによる辛口ブームが日本酒辛口ブームの一因になったという説がある。2018年8月現在、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。